こんにちは、黒坂です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問がありまして、あなたのドラマバタバタしてると言われるとなんでですかという。まあでもそのバタバタしてるだけって言われるとちょっといろいろ考えついてですね、1分じゃちょっと喋りきれないと思ったので、ちゃんと自分の模範バタバタドラマを叩きながらちょっといろいろお話ししてみようかなと思いますが、5選集めてみました。いろいろまあちょっと似たようなのもあるんですけど、まあ要は自分が考えつくいろいろ考えてみて、まあ5つにちょっと絞ってみた。他にもなんかもしかしたらあるかもしれないので、もしあったら教えてくださいね。まずはバタバタに聞こえるようで一番大きいな第1位ではですね、強弱がついてないですね。で、もう一つのやつもまあ一緒なんですけど、こうハイハットとスネアとバスドラだと先に行っちゃうと、鏡餅みたいな状態がいいんですね。男の人の声よりも女の人の声がキャーキャー聞こえてよく聞こえるじゃないですか。だから高い音の方がよく響くんですね。なので高い音はちっちゃくて低い音ほどこうどっしりしていくと音楽のバランスってすごく良くなってるんですね。強弱がついてないことによって全部同じぐらいの音で叩いてみるとこんな風にバタバタ聞こえますよということですね。今回5選全部同じ、ふわりで叩いてみますので、譜面も出しながらちょっと聞いてみてください。これ1個目です。なんかまあちょっとバタバタして聞こえるんではないかなと思います。そしたらバタバタに聞こえる理由第2位、これですね、音量のバランスが悪い。これもまあ同じですよね。バランスが悪い、特にこっちの場合はよく見かけるんですけど、右手の方が利き腕の人が多いんで、右が大きく左がちっちゃく、バストラ特に足がみんなすごく弱いんで、足がめちゃくちゃ弱くなる。要はさっき言ったこう鏡餅状態の反対になってるわけですよ。だからさっきは同じ音量で叩いてみたんですけど、今回はバランス悪く右手を大きくやって、もう初心者の人でよくありがちな、譜面としては全く一緒のことやってるんだけど音量のバランスが悪いパターンを聞いてみましょう。こう頑張ってる感は伝わるんだけど、こうリズムが全然前に進まない感じがしますよね。これがまあバタバタ聞こえてしまって、少しこうテンポも遅く聞こえたりとかする理由じゃないかなと思います。それではバタバタに聞こえる理由第3位。縦に合わせすぎているってことですね。縦に合わせてしまうっていうことは、最初はそれでいいんです。最初はクリックとぴったり合わせて全部合わせるんですけど、良いリズムというのは基本的にこう、スネアのレイヤーとかスネアの層とハイハットの層とバストラの層が全部あって、みんなフィールがちょっと違って、それが絡み合うとかっこよくなるんですけど、縦に合わせすぎてしまうとどうしてもバタバタ聞こえてしまうんですね。縦に合わせてすぎてる演奏をちょっと聞いてみましょう。なんかこう縦に合わせてる、比べてみないとちょっと分かりづらいと思うので、縦に合わせすぎたものとすぐその後僕が叩く普段で叩いてる感じと両方をこうパッて比べてみたら分かると思います。はい、どうだったでしょうか。ここのまあずらすっていうのはすごく難しいんですけど、これがずれが、まちまちだとダメなんで、常に同じだけの量をずらさなきゃいけないんで、まあ、フラムとか練習してそこの右手と左手がフラムかかってる感じにするとだんだんできるようになるんですけど、これに関してはですね、いろんな方法論があるんだと思うんですけど、縦に合わせすぎないっていう風に意識する、縦に合わせてるっていうところがまず第一なんか、その後、こうバタバタせずにこう大人っぽく聞こえるためにはズレがあるんだっていうことを認識して、いろんなズレを勉強するといいかな。グルーブするって言われてる人っていうのはすごくね、意図的なズレがあって、それをこう数値で覚えてるんじゃなくて歌で覚えてると思うんですよ。なので上手い人のやつを見て感覚で覚えてそれを真似していくっていう形なんですけど、レコードとか CD ですね、そういうものをこう音量で聞いてそのフィールをつかむみたいな、譜面だけで物事をやるんではなくてこのフィールをつかむっていうことを練習しないとなかなかこれがうまくいかないんですね。最初のうちはね、数値である程度もうちょっと後ろかな、もうちょっと前かなっていうふうにやって、それも指標になる
んですけど、最終的には歌で覚えてないと結局演奏中には使えなくなると思うので、こういうフィールをしっかり練習してもらうといいかなと思います。はい、それではバタバタに聞こえる理由第4位、裏拍が突っ込んでいるですね。これですね、スネアは後ろに溜めた方がいいんですね。スネアが突っ込んでしまったり、4ビートのハイハットが突っ込んでしまうとすごくね、不連続に聞こえます。ペタピっぽく叩こうと思った時はスネアをわざとね、こう突っ込んで叩くと、でリズムが連続しない感じがするんですよ。これをですね、意図的にね、クラレンス・ペンは演奏してる時になんか気持ちよさそうにピアノを弾いてると、これをやってみんながえって思った瞬間にふっと戻すみたいなことやってて、あ、こういうわざと使う人いるんだと思ってちょっと感動したことがありますが、スネアが突っ込むとこんな感じでフレンドに聞こえます。ね、すごくこうリズムがこう途切れてしまうというかね、だから、譜面上で言うとそんな間違ってるわけじゃないんだけど、すごくバタバタ聞こえてしまう理由になるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、バタバタに聞こえる理由第5位というか、まあ5つ目、何でしょう。はい、変化するところで緊張が走る。まあこれはですね、まあバタバタしてるというよりかは、よくある僕のやってはいけないシリーズのよくあるやつなんですけど、フィルインとか変化するところでそこだけ爆音になってしまう人すごく多いんですね。そうするとそこだけこう、なんていうんですかね、今までの流れから急にボコーンって大きくなるみたいなね。だから居酒屋で喋ってて急に一人だけ声の大きい人で顔が近い人みたいな感じがするっていうかね、だからこう流れがこう途切れてしまうみたいな、だからバタバタ聞こえてしまうんじゃないか、ちょっと聞いてみましょう。はい、というわけでですね、5つ紹介しました。強弱がついてない、音量のバランスが悪い、ここに関しては、これと例えば一番最後に関しては、緊張が走ってここだけ爆音になるわけですから、まあこの3つは、まあ音量っていうことですよね。で、縦に合わせすぎている、裏拍が突っ込んでいるってことは、このズレの位相があんまりうまくいってないっていう形で、大きかければ2種類なのかなとは思ってますが、よくある症状としては、こう、強弱がついていない、全部同じ音量で叩いてる、もしくはもう右手ばっかりでかいっていう感じですね。あと、フィルインばっかりでかいっていう形が多いのと、あとは、縦に、もうなんか最初のうちはね、面通り叩いて合わせてるんだけど、こういわゆるこう横の流れっていうのが聞こえてこないと、どうしてもこうバタバタして聞こえるってことですね。で、特にスネアに関してはね、最初突っ込みがちな人が多いんで、突っ込んでしまえればゆったりして聞こえる方がいいんではないかなということでですね、まあ音量のバランスを気をつけながら、大事な音はちゃんとアクセントつけたりしながらも、抑えるとこはしっかり抑えて、で縦に合わせるんではなくて横の流れっていうのを作って、僕なりに、自分がこうやって譜面叩くときとこれぐらいで叩くよっていう感じをちょっと最後弾いていただきたいなと思います。どうだったでしょうか。スネアを縦に合わせないっていうところは結構難しいとこなんですけど、まあ、音量のバランスはまあまあすぐできるんではないかなと思うんですよ。なのでイメージ的には高い音をちっちゃめに、中域を中ぐらいにしてバスドラはしっかり踏むっていう、だからバスドラってすごく音量稼ぐペダルってすごく多いじゃないですか。ただ僕はね、ペダルを変えるということよりかは僕はオープンでバスドラ踏むんですけど、結局押し付けて踏んじゃうとミュートかけちゃうから、ちゃんとオープンで踏めばそんなアイアンコブラとか使わなくても音量って稼げると僕は思ってるんですけど、まあそこに関してはいろいろ諸説あると思います。思いっきり踏んだ方がいいっていう人もいると思うんで、もう本当にね、バスドラのペダルのビーターを折るとかね、プレートを割るっていうのがステータスみたいな人もいるんで、それはそれでやっぱりなんか音圧聞こえてくるんでね、それはそれでいいと思いますが、バランスが良ければとってもいいと思います。なので音量のバランスと、音の位相ですね、縦とこの後ろ、まずはスネアを溜めるっていうことをやると、8ビートとか、ハイハット4ビートだとハイハットをちょっと溜めてみるっていうのをやると、それが溜めることによって全部が遅れちゃうとダメで、なので基準の音はちゃんとそのままいっといて、最初フラムかけるとかかな。4ビートとかだとビリー・ジョー・ジョーンズとかライドの裏拍も自動的に後ろに
ずれちゃうんですけど、それはもう完全に分かった人ね。だから最初のうちはもうライドはまっすぐ叩いといて、早旗だけ後ろにずらすって練習するとフィールはつかみやすいのかなとは思いますが、そんなこんなでいろいろ工夫してもらっていいかなと思いますが、大きくは音量の問題、そして、位相の問題だというふうに思います。僕は生徒さんとか、いろんなクリニックで指導してきて、いつも思うのはこの、大体この5つぐらいじゃないかなっていうふうに考えていますので、この辺を、いろいろ意識するだけですごい変わるんではないかなっていうふうに思います。というわけでですね、今日の内容が役に立ったという方は今いいねマークと、できればチャンネル登録まだの方はぜひこのタイミングでチャンネル登録してください。無料のメールマガジンではですね、公開してない動画があったりとかですね、特典の動画とかもつきますので、よければ詳細欄の方からメールマガの登録もお願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。